異世界エルトリア。管理世界でも管理外世界でもない場所でも、いいところだよね。みんな優しいし、それにすぐに帰れるみたいでほっとした。急にいなくなったらみんなに心配かけちゃうもんね。うん。マモハ、フェイト、お待たせしました。改めまして、シュテルです。おいっす、僕レビィ、ディアーチェだ。ディアーチェさん、さっきと髪型が違いますね。ちょっとしたイメチェンよ、気にするでない。そっちも可愛いです。そしてその丁寧語とさん付けをやめろ、気色が悪い。別の世界の私たちはもっと仲良しだった。仲良しとは真逆のベクトルよ。我は侵略者であり破壊者ゆえな。ま、最終的には一緒に戦ったんだけどね。出会い頭は倒すべき障害、時々ライバル、後に包囲、そんな流れです。そうなんだ、わかりやすい。出来事をダイナミックで端折るな、そして納得するな。貴様ら同士はどうか知らんが、少なくとも我は木枯らしや貴様らと慣れ合った覚えはない。ごめんごめん、でもなんとなくわかった。木枯らしっていうのも別世界では私たちのグループの子？そんな感じです。おおらかで優しい夜空のような人ですよ。そうなんだ。私たちも会えるかな。はい、きっと。それから聞きづらいかもしれないので先に答えておきます。私とナノハ、レヴィとフェイトが似ていたり服装に相似点が多いのには理由があります。あ、うん。我々はもともと人間ではありません。諸事情あって人の姿を取るときに、あなたたちの姿や能力をもとに自身の体を作り上げました。というわけで見た目や服がそっくりさんなのだよ。ま、今はもうほとんど別人だけどね。バリアジャケットはよく似てたけど、私とシュテルはそんなに似てないよね。ええ、私と会った方のあなたも同じようなこと。うん、シュテルの方がかっこいいもん。ありがとうございます。私とレビィは元気っ子で魔力光が水色だからお姉ちゃんと似てるかも。やっぱり似てないってネタは前に聞いた。レビィはレビィだもんね。そう、僕は僕だからかっこいいのだ。ディアーチェ、早速みんな仲良しですよ。シュテル以外はみんな子供ゆえな。そういえば朝ごはんがまだでした。二人にもディアーチェの朝食ご馳走してあげませんか。仕方あるまい。ナノハさんたち、これからきっと厳しい事件に向き合うことになるんですよね。闇の書事件、大変だったらしいからね。そんな時期に迷惑をかけてしまって申し訳ないやらごめんなさいやら。まあ、早く元の世界、元の時間に返してあげましょ。はい、熱血パワーでフル解析モードです。赤毛に桃色、朝食の差し入れだ。あら、王様、持ってきてくれたの？みんなは？やつらは遊びに出かけた。シュテルとナノハは空へ、レビィとユーリはフェイトを連れて近場の遺跡へ行くそうだ。それはそれは、子供たちは素敵よね。すぐ仲良くなっちゃう。まったくだ。王様は行かないんですか？ユーリが誘ったでしょうに。奴らは戻って木枯らしが関わる事件に向かうのであろう。送り返す時に記憶封鎖をするとはいえ、我の印象が強いと奴らや木枯らしの運命を曲げてしまうやもしれん。その髪型とか髪飾りを外してるのもそれが理由？さまつなことだがな。立派です。王様は最近本当に大人ですよね。王様素敵。後でギューってしてあげる。くだらぬ言葉を並べるでないわ。さっさと食って解析を進めんか。はい。